ね、こんにちは。ちょっと余韻したる？これ5時に縛るって。めっちゃ外周先は。ほんとこれチーム書いてあるね。なんかソロの女の人あの人が行きかけたところが多分。ねえ。え？正面めっちゃ筑波山見えてんだけど。嘘。え、そこに筑波山もろ見えせんじゃん。あ、本当だ。なんで今日こんなくっきり見えんだろうね。空気澄んでんだよ今日。これでしょ？すげえくっきり見えんね。これ筑波山か。あ、本当だ。筑波山見間違えない。これさ、アップにすると分かるね。ほら、男体山女体山。あと、この絵はいいか、剥がなくても。あと、うん、待って、ちょっと見させて。どうぞ。でも余裕で間に合ってない感じ。ちょっとここ例だけしていこう。拓殖台って書いてある。山下。ふう、あ、これ撮ってねえよ俺。あのスクショにちょっとしてない。よし、撮った。よし、じゃあぼちぼち行きますか。OK。 そろそろ行かないと多分時間もやばい。まあ大丈夫だ、まあ間に合うと思うけど。結構ワンパクに攻めたな今日も。なんだかんだでワンパクに攻めたな。ちなみに何キロ今。あ、まあいいや、後でいいや。あ、全然いいよ。うん、多分10キロ歩くな。うん、これどうしようかな。うん、左から行こうで。さあ、あの下の方さ、あれっぽいんだよな。違うか。ん、あの例の、うん、でも違う方向的に、あ、でもちょうど、うん、まあいいや。ただ違うか、あっちの方か。うん、ただあそこの展望台の方だもんね。見晴らし台の方だもんね。多分この辺はまだやってないみたいだ。そんなに道分かってないみたいだけど。
道路あるね。まあ工事現場が巣箱にはなポンツクポンツクポンツク、うん、眠そう。相変わらず涙くんでも眠んだったら寝とき。ここのところがさ西山っぽいんだよ。西山ルートこっち。ちょっとね展望台かなんか。雑草と探しだったもんね。うん。本当になんかほぼ水で食べてません的な。そうそう。西山と中澤のさ、ほぼほぼ水で食べてます。うん。だから台風の影響ずっとそのまま雑草と水で探すぐらいで。しかし日長くなったな。日が長くなった。まあね。今日は大垂海で帰ろう。うん、で、ブックオフとハードウェア。小島行く？小島行くか。ペットの行くか。ワンパクに買ったから。ちょっと、サイト見てくる。はい。サイト見てくる。この靴もそろそろ引退かな。この靴そろそろ引退かな。そうなんですね。結構きてるね、これは。まあね。今度は酒からな。確か、うん。ここを登って、これで最後だよ、登りは。これが本当に最後の今日の登り。やっぱ滑るな、この靴。これが本当に最後ですね。草と山。この前見えたの、なんかモロベンチ見えたじゃん。ベンチモロ見えたじゃん。勘が外れてなければそうだと思う。あ、まだった。これでした。ごめん、これが最後。あれが正真正銘最後だね。
よいしょ。